はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方でオリジナルサウンドトラックとアップデートメンテナンスとかね、そこら辺の情報がちらっと来たんで、まあ短い動画ですが見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、まず一つ目、サウンドプレイヤーに新曲追加ということで、まあロストベルトナンバー4からナンバー5とかイベントのやつが、全部入った60曲のオリジナルサウンドトラックが、7月15日ということで明日ですね、明日に、まあ販売されますよっていうので告知があるのと、一応サウンドプレイヤーにも追加楽曲があるっていう形ですね。まあそれがあるよというお知らせが1件と、明日、まあいつも通りのメンテナンスですね。ハンティングクエスト第8弾が終了しますと、その影響によりメンテナンスするよということで、7月15日の13時から18時の間は、まあ基本触ることができない、 FGO をすることができないとなるんで、そこだけ注意してください。でまあゲーム更新ハンティングが終わるだけって書いてるんですが、どうなんだろうね、このあとイベントが始まるのかなとか思ってたんだけど、なんかイベントなさそうだなって感じがすごいするね。ちょっとそこが気になる点かなと思います。でアップデート情報に関しては、まあ今日アップデートされてサウンドプレイヤー一部楽曲に追加ということで、曲が追加されているらしいです。まあ実際のところ俺はあんまり楽曲買わない人間なんですが、まあ理由としてはね、もう CD 買っちゃうっていう人間なんであまり買わないんですが、とりあえず見ていきましょう。あ、音量が、俺の耳が壊れる。よし。で追加されたっていうとどこからなんだろうね。まあ2部4章ぐらいだから、わりかしここら辺が、あ、そうか、2部に関してはもうちょっと下か、割と戻らないといけない。ここら辺もともとあった。あ、ここら辺か。あ、ゼウスとかそこら辺のやつも追加されてるんだ。解放しよう。あ、視聴できるけど、解放していいや。どんなんだったっけ、ゼウス編って。あー、そう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 。機械チックな感じだったね。思い出したわ。あの顔すげーなーとか思ってた記憶あるわ。なるほどね。さ、というか俺、初めて解放したかもしんない。いや、さすがにそれは言い過ぎか。で、それ以外で言うと、どこかな？セイバーウォーズとかここら辺から解放され、おお！もうフェイトレクイエムのやつもあるじゃん。あ、盤上のやつあるじゃん。いや、これはいいね。ここら辺の楽曲に関しては安定していいね。かっこいいわ。でここら辺も、まあ、視聴した方がいいとは思うんだけど、まあ、解放できるやつは解放してって感じで。あー、ここね、ショップテーマ夏、この曲好きなんだよね、結構。なんだろう、落ち着いた感じで、あーみたいな、まったりしてるなーっていう感覚に陥れられるから、陥れられる？変な言い方したな。なんか、陥る？なんか、そんな感じになるから、すごい好き。これもいいなー。これいつかなんかマイルームはこれ固定みたいな感じのシステムができたらいいのにね。あとはなんかメインメニューいてもこれずっと流れるよみたいな、そういうのがあったらすごい俺的には嬉しいかもしれないということで、まあいろいろあったんですが、主なアップデートとしては本当にこれぐらいなんで、まあこれ以降の情報に関しては、まあ明日メンテが終わった後に、まあいろいろと考えるというか、まあ見ていく、あの情報が出されると思うんで見ていくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。以上ということで、短い動画でしたが今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.